はいどうも、久しぶりにね、お手軽クフクフ緊急クフクフニュースなんですけど、ちょっと間違えましたけど、今回これを見つけたんですよ。コロナ重症化リスク最も低いのは大型、理由は、理由はっきりする。もう5月に言われてるみたいです。日本人で新型コロナウイルス感染症の重症化リスクを高める遺伝情報の特徴を発見したとは、慶応大などの研究班が17日発表した。慶応大や東京医科歯科大などは昨年5月、研究班コロナ制圧タスクフォースを結成。全国100以上の医療機関から患者3400人以上の血液などを集めて遺伝情報を解析した。感染したウイルスは従来型が中心とみられる。65歳未満の重症患者442人と一般人2377人を比べた結果、 DOCK2 という遺伝子の近くで遺伝情報に一定の違いがあると重症化リスクが2倍になることが分かった。 DOCK は免疫に関わる遺伝子で、この違いは日本人の約2割が持つという。研究班は血液型別の解析も実施。重症化リスクは O 型が最も低く、A 型と B 型はその約 1.2倍、 AB 型は約 1.6 倍だったという。理由ははっきりしてない。重症化のしやすさは遺伝情報だけなく、肥満や基礎疾患、ウイルスの変異なども影響する。東京農工大の水谷哲也教授、ウイルス学の話。新型コロナだけなく感染症全般の重症化に関係する可能性もあり、知見を集めておくことは重要だということですね。これね、ちょっと気になるのが、ブラジルの国ではですね、もうコロナのかかっちまえみたいな感じの政策を取ったんですよね、以前。まあ今どうなってるかわかんないですけど。私は一番印象にあるのは、ブラジルの人たちって大型の人が一番多いんですよ。ということは、ブラジルの人たちは、まあ、かかったとしても、そんなに重症化しないっていうことだったかもしれないですよ。まあ、それを見越してなのかどうかわかんないんですけど、まあ、なっても大丈夫じゃねみたいな感じで、やった可能性もありますし、国によって、なんかこう、重症化したり、お亡くなりになっちゃったりする割合が違うっていうのは、そこに関係してる可能性もなくもないという。特に日本人はね、なんか謎のヤップ遺伝子みたいな。あるとかないとかっていう噂もありますからね。私ね、これ O 型なんですよ。でも多分ね、どっかにかかってると思うんですよね、うん、何も重症化もしてないというか、何もないという。なので、まあ、ちょっとその遺伝情報とか、こうかかりやすいかかりづらいでもこう活動の仕方違うよっていうのもあるよねっていう。だからあんまり重症化しないのにすごいあれもダメこれもダメってなると結構今度は精神的に病んできますよねっていうのがありますね。特に大型って、なんとなくイメージ的に分かるように、なんか適当な感じじゃないですか。だからあんまり細かいことやられると、今度違うリスクがあるよということも踏まえつつですね、この情報をお伝えしたいと思います。まあ、何が正解かはもう、もはや分かりません。ということで皆さん、いろんな仮説や提案、やってった方がいいと思われるこの一つのきっかけをぶん投げてみたいと思って、やってました。ではまた何かあったらお伝えいたします。